久野康成の毎日が有給休暇。本日の格言はこちら。この国を愛することから始めよう。うん、どういう意味ですかねこれ。まあ自分が生きているこのなんかこの豊かさとかっていうのは、まあ、日本に生まれたからこそのものなので、うん、まあその恩返しじゃないですけど社会にこう返していくためにまず日本を愛することから、うん、いいですね。日本好きですか？はい、うん、いいよね。この国を愛するっていうのがね、ずっとこう戦後、まあいわゆる、まあ、戦前もね、いわゆるこの愛国心っていうのがあの帝国主義とかに結びつけられてね、国を愛することっていうのが非常にこう全体主義的なコンセプトになっちゃう。で我々ね、個人主義に非常に傾いたために、日本を愛するっていうこと自体がね、まあちょっとこう右翼的な、うん、先輩を敬うとかさ、そういうのもだんだんなくなる。靖国神社とかお参り行かないでしょ、うん、まあ、私も行かないんですけど、別に右翼とかそういうのじゃなくて、社会性を身につけるっていうためにも、社会のことを考えることってね、社会起業家的なコンセプトを得るために非常に重要で、そのコンセプトを得るためにはまず自分の生まれたこの国をね、好きになることっていうのが非常に大事で、そこから社会的な発想、さらに国と国のつながり、世界に広げて自分の思考をね、こう広げていくっていうのが大事で、うん、と思ってるんですよ。その第一歩がね、私やっぱり日本を好きになるっていうね、まあ愛国心もそっちの方の右翼的な発想ではなく、社会起業家的な発想を身につけるためのね、国を愛すること、うん、これをねやらないと自分ばっかり愛しちゃう。個人主義、利己主義になるね。もう周りなんかどうでもいいっていう。国なんか、国は何もしてくれないなっちゃう。国にね、頼られるような人間になる。国に頼るのではなく、国に頼られるような人間になるためにもね、国を愛することから。批判することは簡単なんですけど、愛することの方が難しいんです。みんなね、国を批判する。これじゃダメね。ここがポイント。どん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 社長が忙しくなり、社長の時間が限界に来た時に、まあ、売り上げが成長がストップしてしまう。自分の今までやってたトップセールスの仕事を部下に任せて、自分のやってることを標準化させて、仕組み化し、人に下に下ろしていくって仕事が必要なんですね。中小企業だから忙しい。忙しくしているから中小企業のままになってるんですね。今年の成果ではなく、未来の成長にこだわる。どっちに経営者はこだわる？成長にこだわれば短期的な痛みっていうのは受け入れられるんです。